飛行クロップ監督、リバプールがサラーと遠藤航を失う時期を認める矢印これ。リバプール専門メディアディスイズアンフィールドはクロップ監督、リバプールがサラーと遠藤航を失う時期を認めると見出しを打って、遠藤が日本代表としてアジアカップに出場し、欠場することを認めたという。同メディアは1月7日に行われる FA カップ3回戦のアーセナル戦に出場できることが期待されていた。しかしクロップ監督は2人が元日にプレミアリーグのニューカッスル戦の後、出発する予定であることを認めたという。決勝まで出場した場合は最大で計8試合の欠場となり、復帰戦は2月17日のブレントフォード戦となる可能性が高いと指摘している。同メディアは現状ではリバプールは少なくとも4試合で得点王と中盤の重要なメンバーを欠くことは確実だと嘆いていた。こんな時期に大会開催するとか迷惑極まりない。日本サッカー的にも遠藤はリバポ残って活躍した方が良いんだけどな。30の日本人選手がプレミアビッグクラブで活躍した実績作ることは、欧州行く頃にはもう20代半ばとかになりがちな日本人選手にとって大きなチャンスにつながる。LSD やばいな。ロボは年明けボーンマス戦ぐらいに復帰いける？サラーのエジプトってそこまで強くないと思うがな。ベスト16で切ってくれんかな。リバプール、スパーズ、ブライトンはガチでアジアカップ期間きついよな。シジはアフリカアジア籍0人だし、ハーランドでブライネ帰ってくるからどうせ無双モードに入るよ。マメとサラーが抜けていた時期もあるんだから、その時より少しだけマシでね。少しだけだが。いろんな事情あるんだろうけどアジアカップの日程マジで考え直してほしい。